表紙、全国部落調査は、財団法人中央優和事業協会が1936年3月に、刊行した、被差別部落の調査報告書である。部落地名相関の原点の一つとされる。表紙に、一目打ってあるものの、1960年代にはよく、古書店に出ていたと言われている。すでに、この時代には、更新書が戦前に作成された。 被差別部落の資料を複製して身元調査に使用しており、後の部落地名相関のソースとなったのは本書のほか、更新書の一つである朝日通信社が所持していた全国特殊部落リストや各地方自治体の資料などであったと伝えられる。村越末夫は部落地名相関の事件も、その素材の出所は政府調査の資料以外に考えることは困難である。 とした上で、部落を解放するための全国部落調査の資料が逆に部落を差別し圧殺する材料として売買されることの意味はまさに重大と主張した。また野口道彦は地名などに間違いが多いと指摘している。しかし本書は部落問題研究の基礎資料として今日なお学術書や論文に用いられている。本田豊は いろいろな文献で日本には6000部落300万人の被差別部落数があるというのは皆さん基礎知識として知っておられると思います。ですが6000部落といっても誰も具体的に確かめた人はいないわけです。中央ユ和事業協会でやった全国部落調査がありましてこの時の部落数が5400地区近くを調べているわけです。 この数字が6000部落に非常に近いところから、これまでの調査の中では一番高く評価されていますと、述べている。網羅的に、被差別部落の所在地を調査した資料には、本書のほか、内務省社会局による全国部落所在地調や、全国部落所在地名簿がある。2016年、受験者行動会社の経営者である、宮部達彦が、本書の復刻を予告した。 しかしブラック解放同盟からの申し立てにより、同年3月28日に、横浜地方裁判所は出版禁止とウェブサイト上のデータ削除を命じる仮処分決定を下した。翌17年6月には、東京高等裁判所も保全広告申し立てを却下する決定を下している。2021年9月27日、東京地方裁判所に出版、公開の差し止めを命じられた。 ありがとうございます。